やめなさい。ダメだよ、ケンヤスラ。何がエンターテインメントだ、おい。エンターテインメント路線を批判し、引退を余儀なくされたミスター雁之助。お願いします。職を失い一般人となった雁之助が FMW のリングに戻ってきた。ミスター雁之助、ついに完全復活。念願の雁之助スペシャルを実現させるため協定で勝負した雁之助、しかしまたも惨敗。すると雁之助からこんな言葉が。金はもうなんとかなる。そう、いいこと思いついたから。果たして雁之助の思いついた作戦とは一体。ついにこの日が来たんだよ。スペシャルだ、スペシャル。今日やるんですか。今240円ですよ。いや、もうそれはいいんだよ。今日それはもう解決するから。今日何で勝負するんですか。勝負、競輪ですか。でもギャンブルやめたっつったら俺、所詮ね、あんなギャンブルやったってね、はい、最後はもう負けるって分かったから。そうなんです。やっと分かったよ。学習したよ俺も。俺の友達でこれ持ってる人がいるんだよ。本当ですか。プロレスラー。プロレスラーでお金持ち。プロレスラーでお金持ち。何言ってんだよ、バカしてんのか。いやいや、そんなことないですけど。いや、違う違う、プロレスラーでお金持ちってなんだよ。いやいや、違う違う、貧乏見てるじゃないか、プロレスラー。そんなことない、そんなことない。ヒント、ヒント、はい。二足のわらじ入ってるよ、プロレス以外に。プロレス以外にも仕事してるんですか。してるしてる。もう一つの仕事も裸の仕事だよ。裸の仕事ですか。裸の仕事だよ。なんとなく分かってるか入ってないかだよ。分かったか。入ってない人ですか、パンツ。もう一回仕事の時はパンツ入ってないよ。分かったか。分かりました。チョコボール向井さん、ミスター駅弁チョコボール向井。出演したビデオは3500本以上。まさに日本一のカリスマ AV 男優。そして今や FMW には絶対に欠かせないプロレスラーでもある。あの人の、はい、撮影現場に行くから今から。ここだ、撮影現場。本当ですか。そうだ、ここの方でやってんだよ、お前、撮影を。俺なんか山本信也みたいだな、お前。裏番組です。ここがですね。チョコボール向かいと AV の現場ってやつです。真似させんすいません。くそ、入っていいんですか。待って、ございます。あ、なんすか、岡本さん。翔さん、はい。いや、いきなりで悪いんだけど、ちょっと相談あるんですよ。これから今撮影ちょうど今スタートするとこなんで、おとなしく待ってるんで。本当ですか。うん、チョコさんの手が空いた時にちょっと。あんまりこうチラチラ見ないでくださいね。彼の気が散ると思うんで。本当ですか。大事な相談があるから。そうですね、わかりました。じゃあ後で話聞きますから。いいですか。はい。ダメですよ、勝手に食べちゃ。スタッフの。スタッフの。ダメに食べてる。ダメですよ。勝手に食べちゃダメです。何やってんすか。食ってないんですよ。何やってんすか。これ昼の弁当なんですよ。どういう飯食ってんのかなって。こう勘弁してくださいよ。ちょっとここでじゃあ待っててくださいね。待っててくださいね。ちょっとここ女の子の人マジですか。入っていいんですか、勝手に。大丈夫だよ。大丈夫。ダメですよ、勝手に入っちゃ。いい匂いすんな。ダメですよ、勝手に。何かぶってんの。何ですか。まずいか。まずいですよ。おい、ストッキングじゃないですか。ストッキングやすよ。ちょっと、あっ。じゃないですか。あ、すいません。ここは女優控え室なんですよ。いや、どういうところで控えてんのかなと思って。あと静かにしてください。もう本番回ってるんで。お風呂とかあるんだ。何してんすか。これ一方だろ。ダメですよ。勝手に。これ勝手にダメですよ。何やってんすか。え？何やってんですか。いや、芋が落ちたんで掃除しようかな。本当におとなしくしてくださいよ。やばいっすよ、やばいっすよ。計画が持って帰るんですか。
ですか、僕とジョーさんの仲じゃないですか。音立てないで見るだけですか。撮影めちゃくちゃになっちゃったじゃないですか。結局何の用ですか。ガンノスケスペシャル40分枠を俺のコーナーにするっていうね、この企画で100万円がいるんですよ。今ね240円しかないんですよ実は。じゃあ全然ダメじゃないですか。240円になっちゃって、でまあチョコさんだったらまあちょっと待ってくださいよ。どうですか、チョコさん。じゃあ乾杯しましょうか。プロレス界で先輩から釈放されるってことは、いただきます。お、ごちゃんす。さすがチョコさんですね。先輩から釈放してもらったってことは大丈夫ですか。大丈夫っす。じゃあ、いただきます。なんかお酒弱いって聞いたんですけど。チョコさん、チョコさん、仕事なんないですよ。大丈夫っす。あの、ガンノスケスペシャルをね、海外でやりたいんですよ。大丈夫ですか、チョコさん。大丈夫です。酔っ払ってるでしょ、もう。全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。大丈夫っす。いつもだいたいこのぐらい持ってるんですよ、とりあえず3、4、5。常に、はい、これを貸してくれってことですね。いや、とりあえずくれってことなんですよ。ガンノスケさんスペシャルでしょ。そうですよ。じゃあ出してくれます。もちろんいっぱい出してくれます。いっぱい出しますよ、準主役で。なんならあの待遇でレギュラー交代でもいいです。おい、これでお金持ってってくるわ。わかりました。じゃあもう大丈夫っす。じゃあ本当ですか。とりあえずこれ半分、後で半分用立てますから。じゃあスペシャル決定。決定で FMW ミスターガンノスケスペシャル。すぐ完璧。ミスターチルドレン全然先は強い。顔赤いですよ。顔赤いじゃないですか。大丈夫っす。ちょっとじゃあちょっともうあの監督の仕事なんで、はい、じゃあ次のセッティングいくよ。次のセッティング、はい、オッケー、チーン2、はい、手こき発射、オッケー。じゃあいきます。おい、みんな早く早く。